なんか最近ツイッターの DM にやたらこのメッセージ来るんだよな。まあ嬉しい気持ちはわかるけど、ダンマニストたちよ、落ち着くのだ。私なんて落ち着きすぎて茶をしばいてたら、スプリット2になってから一回もエイペックスしてなかったわ。FF14 とタルコフと遊戯王ばっかりだったよ。まあスピファのためにもそろそろ、ウォーミングアップしておこうかな。オルタネーターです。何がだい？ケアパケから戻ってくるの、オルタネーターです。オルタネーターか。やっぱりリークを信じるのは良くないよな。公式運営様が情報を発表するまで、私たち配信者のような発信力のある人間が、リークに踊らされてはいけない。ところで次のケアパケ送りの武器だが、私はディボカランペだと思うんだよな。やっぱ調整が難しいというか、ランペなんかもう見る影もないぐらい弱体化されてるし。ボルトですよ。何がだい？次のケアパケ送り、私たちの相棒ボルトですよ。よし。今回の動画はさよならランペディボ動画だ。ランペディボの使い納め動画。え？え？そして2万時間後、未だ人類は、分かり合えないままでいた。イノベーターに革新を誘発されそうな試合ですね。俺がガンダムだー。ただいまより、崩壊ビルに突撃する。屋上へ特攻。なんだこれは？罠ジップで草。私のテルミットチャージ時間を浪費させる作戦か。テルミットナークくらいすぎて、もう1マガジンも持たないんだぞ。個人的にはランページ強化してケアパケ突っ込んで、スピットファイア返して欲しかったんですが、ディスラクターもぎ取られたオルタネーターが返ってくるらしい。誰が使うねん。あ、いやけどないないとかカーが使えない私は、ボルトがなくなったら SMG はオルタネーターしか選択肢がないのか。私は LMG 持つから関係ないけどな。よし、弾がたくさん入るバッグ持って、テルミットの補充も完了。今日は打ち放題だからな。おかわりもいいぞ。やったー。怖いから自己完結しないで。オラ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 。2ヶ月ぶりの弾幕を食らえー。2ヶ月ぶりのひどいエイムしてるなー。ゲーム内感度で 0.2 もずれてた。やってなさすぎてゲーム内感度ずれるとかあるのか。当たらなくても大丈夫だ。弾幕さえあれば問題ない。大問題なエイムなんだよなー。やばい、こんな打ち返されもせずに一方的に撃ってたら頭ダンマニウムでおかしくなりそうだ。今回ローバのおかげでマジで弾無限ですからね。もうこのファーストコンタクトで赤アーマーまで育てるわ。3期直送ダンマニウムコーティングスペシャルだぜ。ふるさと納税返礼品にありそう。むむ、納税ありがとうございます。返礼の弾幕です。お受け取りください。いらないのでお引き取りください。ほうらどうした？お礼の品が欲しくないのか？お前が欲しいのか？この欲張りさんめ。遊戯王のプロもカード返礼してくれる自治体募集中です。納税シンフォルアッティ。しかし次のレジェンドのマッドマギーは、ショットガンが上手に使えるってレジェンドらしいな。私そろそろ老婆とミラージュにクストルバック入るんじゃないかと思ってんの。まあそうやってキャラに特性付けしていくのもありですよね。血迷ってレースに SMG とか AR 付けそうですけど、SMG とか AR はダメだな。一強が加速する。焼きそばおばさんには、G7 とか3030リピーターバフあげようぜ。変な話、オルタネーターとかもそうやって間接バフすれば、どれかの武器一強みたいな状況改善されると思うんですよね。実際ランパの LMG バフはいい感じだと思ってる。使ったら便利だし、別に使わなくても問題ないし、不人気武器系は、得意レジェンドみたいな感じで、その武器が得意なレジェンドを出していこう。もし、不人気武器と不人気レジェンドが重なってしまったら、赤に埋めてそいつらのことは忘れてしまおう。まあもう実際武器の数もレジェンドの数も結構増えてきたし、多少はしゃあない感ある。狙った武器が手に入らない武器ガチャが本当にひどいから、最初の効果時に、アタッチメント装着不可状態で、任意の武器を一つ持ち込めるようにするのも妥協案かも。初動ファイトがさらに熾烈な実力ゲーになりますね。マジで LMG 拾えなくて何回録画ボツったと思ってんだ。そんな理由で使用提案すんな。最近のチーターはどのレジェンドでもどんな場所でもブラックマーケット使えるって聞いたぞ。チーターですら欲しい武器が拾えなくて困ったんだろうな。悟空からアーマー連成するようだって聞いたけど、マジでどうやってそんなのに勝つんだよ。プレデターってもともとバケモンだったけど、最近のプレデターはマジでモノホンのバケモノだな。面構えがまず違いますよね。おっと、遠距離から弾幕決め込んでたが、これはチャンス。あそこの部隊が戦闘終了してさらにかなり削れたぞ。テルミットチャージ、一気火星に攻め立てる。そんな一直線に攻めたら味方がついてこれない。サムラに獲物は残さんという意味だー。ちょっと待ってちょっと待って、ジャンプリングに裏切られてて草。まずい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 。これこの先にはた
けてください。男の人に襲われてます。これは冤罪。いやー、握りつけまで来たー。ナックスラニフェ、神、神ドームシールド。これがデブの呼吸の使い手の剣士。3の段まで習得してるやつだ。たるみ方が違うで。よくも本日イケイケ絶好調の私をコケにしてくれたな。この落とし前、高くつくぞ。勝手に落ちてたんだよなー。なんかああいう時ってリング帰ってくるじゃん。帰ってこないでいい時に帰ってくるくせに、帰ってきて欲しい時に帰ってこないのなんなの。やっと味方もワークポータル使えるアッシュよ。アッシュにブラックマーケット搭載してくれ。っていうか、久しぶりに使ったけど地獄良くない。弾幕張る観点からエルスターばっかり使ってたけど、こいつぶっ飛して壊れてない。実際タボチャディボはやばい。パッドプレイヤーの腰打ちディボばらまきはマジで狂気。と、欲張ったか。元カノが実装されるヒューズ先輩キスキス。ぶっ飛んだアウトローキャラで、ヒューズ先輩がまともに見えるとか、アウトローと LMG は相性がいいからな。雰囲気の話ね。相性がいいのはショットガンで、移動速度が上がるらしいです。おっと、頭がガラ空きだぜ。バケモンみたいな火力やべえ。こんだけ打ち下ろせれば勝手にヘッドショットってもんよ。ハローレース、近距離展開。もうちょっと狙ってばらまいて。弾幕の前に、エイムなんか関係ないのだ。けどマッドマギー、ショットガンのレレレ打ちが強いってことですよね。今みたいなシーンでめっちゃ強いキャラなのかな。戦術アビリティがドームシールドも貫通するっていうし、ドームファイトでショットガン最強だったジブラルタルが、もしかしたら環境変わるかもな。本日2回目の敵のジップラインで勝ち込みだー。なに？バレた。だが建物と岩で睨み合ってるのはお見通しだぜ。挟み撃ちにしてくれるわ。思いっきり両方から撃たれてるけど。よくも騙したな。まさかあいつら仲間だったなんて。岩側のやつがジップラインを警戒するために残ってたんですかね。バッチリその任務を全うされてしまいましたか。よし、ならば一旦撤収する。私はリングで先に行くから、デブとうるさいのは後で合流しよう。マジで最低の裏切りじゃねえか。なに？先にこの家をお店に改装しておくだけだから、みんなが来る頃には取り揃抜群のセレクトショップだぜ。なんかすでにセルが散乱してる。おや、何回岩から落ちてるやついねえか。あそこ地味に段差が高くて登りづらいんですよね。やったぜ。一点攻勢、ここで攻めなきゃ嘘でしょ。セレクトショップ回転どうすんの。経営者の夢は諦めた。私はどうやら人殺しのようだ。今太めのお客さん来てたのに、ここで奴らをやれればお店の品揃えもバリエーションアップだ。経営の観点からも、ここは攻めなきゃダメだろ。相手のブラハのいいスキャンが入ったな。だがこっちもギブルトが結構いい感じ。手前すぎて当たってない。デブ、運動不足で肩が弱くなっててさ。しかもこれ別パーティーのセンチネルかよ。やばい、あとうるさいのしか残ってないよ。頑張れうるさいの。お前ならできる。パスは落ちたばかりだし、オクタンはめちゃくちゃ削れてる。すごい、二人持ってった。あとブラハだけですよ。ここでダメ押しのアルティメットだ。バチバチにバレてますね。さすが神の目を持つと言われているレジェンドだ。そんな能力あったっけ。いやけど、ギリギリ 1v3 制しましたよ。リビングデッドの呼び声。いやこれ残り HP 的にマジで危ないリザレクじゃん。ショットガンうまいなおい。てかまだリザレクいるのかよ。パスファインダーか、ブラッドハウンドか。なんか岩の向こうから飛んできてない。センチネルの部隊玉に来ちゃった。この混乱した場だと透明蘇生めっちゃ強いな。ミラージュめっちゃ輝いてるよ。しかしこれはまずい。一旦離脱しないと。最後のリザレクそこにいたか。一旦バッテリー巻くね。玉はミラージュがギリギリ抑えてくれてる。さすがにアルティメットも使った後だし、 HP も削れてたからな。とりあえずキルポゲットだぜ。ガチで最悪だと思う。いや、逆ダメージ入れるより25ダメージで倒したいぜん。今銃乱射する余裕ないのよ。ダンマニウムどこ行ったんだよ。あんなのはダンマニストたちの妄想の産物だから、そんな物質は存在しない。まさかカーニバル。そんなお祭りも存在しない。スピットファイアなきこの暗黒の時代にダンマニウムなど存在するわけがなかったんだ。ボースのない世界にジェダイがいないのと一緒だよ。何の話してんのかわかんねえよ。我々ダンマニストの騎士たちはリスポーン帝国の圧政に屈してしまったのだ。っていうかちょっと待って、なんかランページの挙動おかしくない。チャージするだろ。そんでシールドセル巻いたら消えちゃったねー。チャージしたテルミット消えちゃったねー。ところがどっこい、なんか出てきたねー。蘇生中に熱量上昇してきたねー。そしてからのよっしゃランページフルチャージだぜ。一時はどうなるかと思ったが、これで元のサヤ弾消えちゃったねー。もうお前のランページ壊れてんだろ。いやマジでどうなってんだよ。穴でも開いてんのかよ。そう、しかしまあテルミットグレネード自体は減ってないのか。完全にチャージ完了前にセル巻いたせいでバグったんですかね。さて、ミラージュの鍵を返させてもらうぜ。ここでガバっちゃまずいですよ。己パスファインダー、いい反応してやがる。だがこれであいつは回復が必要。時期的に2対2だ。左側の岩場に2人いますね。しかしマジでテルミットチャージ切れるの早くね。これもうハボックの方が絶対強いじゃん。リボーションどこやったんだよ。気づいたらハボックにすり替わってたよね。ターボチャージャー落としてないの学校中の幸いだわ。ハボック強いな。これで正真正銘2対2ですよ。しっかりバッテリーを巻いて、リターンマッチだぜ。ミラージュのバナー回収時間がそろそろまずい。このクッシュでバナーまでたどり着けるか。ミラージュのすぐ横に2人。ここでめちゃめちゃエイムが
かるー。マジでヤバすぎ。いやもうこれ新シーズン来る前にリハビリしてよかったよな。結果オーライみたいな雰囲気出してるけどダメだろ。ちょっとアーマー失礼しますね。そう、青アーマーにすり替わってら。なんか後ろから別パが。このゲーム曲多すぎー。ダメ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 。これもう絶対にヤバいって。そういえば私、お店を開店する夢があったんだった。まだ死ねないわ。じゃあな。二度目の裏切り。ジブラルタル、なんかまた店に来ることがあったらよろしくな。あの状況 100% 助からないだろ。さっきみたいにダウンで這いずって来れるかもしれないじゃん。よし、ここを第一店舗とする。私は最後まで諦めないからな。ジブのことも同じぐらい諦めないで。あの環境でまだ生きてるのか。さすがにダメみたいですね。あの後あちこちにちょっかい出しまくって残り4部隊。700ダメージ増えてるのちょっかいかけすぎじゃない？弾は無限にあるからな。回復持てるならほぼ無限だし、ノックダウンシールドに安全圏から弾幕叩き込むの。一番低のダンマニウムを実感するよな。低のダンマニウム？文字だけ見たら火が通ってなさそう。おっといけない。よく見たらここ範囲外じゃん。ダンマニウム決め込みすぎなんだよな。そもそも味方もいないのに、そんなあちこち喧嘩打って。出発前に弾を補充してっと。さて、どこか入れるアンチはあるかな？目立つけど車線切りながら移動できるの強い。相手のいる建物の下にこっそり入り込むか。一番目の前の建物の敵が唯一3人で残ってる部隊、ジブコスブラハですね。全然漁夫にも行かず、しっかりこの建物守ってたんだよな。ランクマのあるべき姿、私のことも守ってくれないかな。こいつらにも喧嘩売ってたよね。てか、次のエリア縮小考えたら隣の建物の方が強いか？空いてるんです？任せろ、四方八方に喧嘩売ってたからな。敵の配置はバッチリ把握済みだぜ。ただ移動中にこの建物の奴に見つかるとまずいかも。そこで老婆のワープなわけですよ。だからクソ目立つって言ってんじゃん。めっちゃ音も聞こえるし、移動中に撃たれないことが重要だから。ってことでめっちゃ強い家取れたわ。あとは他の部隊があのコースチェック入りの3人残りをうまいこと削ってくれることを祈るしかないな。ちなみにここの1階に入ってきましたね。こいつらだな。任せろアップスターで飛ばす。結構相手も挟まれててしんどいはず。だが思った以上にもう一つの部隊が攻めないぞ。これもう場所残ってなくない？いやコースチェックがすもくもくですがな。どうすんのこれ。いやでももうエリアが過ぎてるし、こっそりこいつらの仲間のふりできな。あーオルタネーターの音を。これが聞けるのもあと数日。ダメでした。トンネル抜けた先で戦闘してるっぽいな。やはりこれはお邪魔しに行くしかない。マジで懲りないですよね。ほら見ろ、こうして一方的に撃てるのはダンマニスト冥利に尽きるではないか。敵のターゲットこっちに向いてますよ。なら後ろの味方が合流するまでここで耐えるか。思ったよりもブチ切れてたわ。敵からすればこっち側突破しないと挟まれますからね。だがまあまあの強化もできたしバッチ OK。 さすがにこっち側が坂上になってるし突っ込んでは来ないっしょ。この上にブラックマーケットでも立てて防衛するとしますか。なんかそこら辺修正されて微妙に透明壁作られたらしいですよ。あ、多分ここだわ。なんか見えない力に押し出された。まあそこ無限に強かったからな。押し出す方向に悪意を感じるわ。あそこ立ち続けられないってことはブラックマーケットが。まあ無駄になりましたよね。もともとデスボックスから弾が抜ければいいやぐらいの気持ちだったし。ところでこの段までは登ったまま戦えるのかな。てかすごい至近距離まで来てない。リボーションが暴れてますね。おいおいちょっと待てちょっと待て。高いところに登ったのが役に立った。敵の名前ヤバすぎ。味方にもヤバいやついるから。遊郭編で大活躍中の鬼狩りの剣士だぞ。そんなで見たことねえよ。他敵もランページにディボーションって LMG 軍隊かよ。ダンマニストたちだったのか。それならこの突撃にもうなずける。だが君たち風エゾンが鳴ってないよね。私にはショットガンの音聞こえてたよ。普通両手に LMG だよね。行かれてるんよ。いやーディボーション強いな。中距離以降の扱いは難しいですけど、近距離だとランページにはない強さを誇ってる感じしますね。今回どっちかケアパケーキだと思って両手に持ってたけど、これ以外と組み合わせ的に悪くないのかもしれんぞ。カバンの中身が弾で圧迫されるのが結構問題ですけど、老婆なら120ずつ持ってればそれでもいけそうな気はするけど、なんかこう気がついたら弾拾ってるんだよな。いやもうカバンが弾で圧迫されてるの今に始まったことじゃないんで、別に特に疑問とかはないんですけども。おっとこんな至近距離でデストーテムとな。片方をテルミットで塞いで両側から挟み撃ち。弾幕クリアリングの出番だな。めちゃくちゃ燃えてるじゃねえか。これは続けて弾幕エントリーだぜ。 FPS 初心者みたいなバカ突じゃないっすか。突然も戻ってきたか。ウェルカムバック弾幕プレゼントキャンペーン中だぜ。銃口こすりつけて当たるか。ラスト一人は外にいたか。どこいで何にも言えないけど、とりあえず弾幕貼っとけ。こんな雑な3盾めちゃくちゃ嫌だ。やはり弾数は正義ってことだ。継続戦闘能力こそが乱戦を生きる道。これを見てると運営がスピットファイアを返したくない気持ちがわかるけど、ウルタネーター返されてもみんな困るんだよな。
さて、残り4部隊、金アーマーとかいうめちゃくちゃコスパのいいアーマーもゲットして、弾もバッチリさっきの部隊から補充してきたぜ。通りすがりの敵部隊と、次のアンチをめぐってキャットファイト。オラ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 。相手も避けるのうまいな。久しぶりにやったけど、なんか壁ジャンプとかストレイクとか、キャラコン系の動きする人めっちゃ増えてた。一方こっちはアークスターぶっ刺される直進ムーブ。己的ね、許さんぞ。なんでそんなに的確なアークスター飛んでくるんだよ。味方が押してくれてる間にさっさと回復しましょ。よっしゃこれでまた戦える。でまたアークスターか。こいつだいぶ前に弱体化されたんじゃねえのかよ。便利なもんは便利なんですよ。じゃこら横っ面引っ叩いてやる。よくも私にアークスターをぶっ刺してくれやがって。いやー、弾幕的にはめちゃくちゃいい弾幕なんですけど、絶妙に全ての敵をやりきれてないんですよね。ところがギフチョン、追撃のディボーションだぜ。嘘だろう。いやこっちのセリフだよ。びっくりしたよ。ちょっと射程外っぽいから味方蘇生しとくわ。てかなんかデブがダイエットしてない？ライザップに行ったらしいぞ。ロボットになってない？糖質制限の成果とスペシャルプロテインの力だ。絶対そのプロテインオイルだよね。潤滑油系のやつだよね。ニンニクマシマシ油からめプロテインだ。疲労系ライザップとか嫌すぎる。絶対そいつ痩せる気ないですよ。何？糖質制限をすれば脂質は許されるんじゃないのか。麺がゴリゴリ糖質なんよ。けどラーメンはスープまで全部飲む派だし、最終的にお皿には何も残ってないよね。これ実質カロリーゼロなのでは。伊達さんでももう少しマシな言い訳するよね。確かにラーメンにはカロリーが存在する場合もある。存在する場合がある。だが蚊の戦士だけど飲もうしちゃった。美味しくいただけば幸せなので実質カロリーゼロであると。言ってそうだけど言ってないからね。カロリーと私の弾幕って似てるよな。さっきのお前のゼロダメ弾幕とな。確かにお前の弾幕ほとんどカロリーゼロだよ。さすがに痩せすぎたわ。エイペックスプレイしてないせいでエイムが痩せたわ。もっとエイペックス食べてもろて。次のシーズン開始まで経験値2倍キャンペーン中だから、このタイミングで頑張らないとシーズンパスが終わらない。結構昔のズンパススキンとか欲しがってる人多いですよね。来シーズンもフラトラスキンでいっていけ。なんか弱体化とクラフト化されるらしいですよ。なんか武器周りいろいろ調整が入るんだな。武器が増えすぎてこれ以上増やすと狙った武器が今以上に拾えないけど、スキン商法をやってるせいで武器を完全削除できない。武器を削除しちゃうとその武器のスキンどうなるのってなるからか。なんとかうまいことバトロは特有のランダム性を担保しつつ、新しい武器を追加する方法をいろいろ模索してる気がしますね。うまいこと調整して早くスピットファイアを返してください。ところでそれ何してんの？クレイバーにガンの武器されてるから裏道を通ってここを脱出するんだぜ。今やり合ってる部隊もまさかガスの中から私たちが飛び出すとは思ってないだろう。なるほど、思ったよりも短い距離で反対側に出れるのか。バチバチやり合ってるところをバックアタックだぜ。全く気づかずに回復してますよ。エイスト上がり。そこのブララッドハウンド君もちょっとお待ち。めちゃくちゃいいカバーすると思ったらデコイかよ。いやこれは騙されますわ。ブラハの弾ほとんどデコイに飛んでいってる。何あのデコイ強すぎない？正面から突っ込んで老婆がこの被弾で済んでるの。完全にあのデコイのおかげでしょ。いやもう完璧なカバーだったけど本体じゃないの弱だな。てかマジでコースチェックガスでー。流れるようなガス処分。ほっとくとそこの目からイボックが起動しちゃうからな。よし、一部隊処理完了。こことやり合ってた部隊どこ行ったんですかね？あ、デコイの本体がクレイバーに抜かれた。クレイバー2本持ってる部隊がいるんですよね。私もうかつに頭出すとやられかねんな。だが多少無理やりにでもデコイを起こさないと。クレイバー持ちの奥端が突っ込んできた。なんか知らんけど助かったぞ。弾幕で応戦してやる。って危ない。後ろから別のクレイバーが飛んできた。奥端さん後先考えなかった結果ダウン。奥端リズムを感じるぜ。オクタンはやっぱこうじゃないとな。オクタンリズムやだな。お前オクタン好きそうじゃん。好きですよ。好きですけど溢れ出る衝動が抑えられずオクタンリズムするから自ら今しめて使ってません。やっぱオクタンリズムは恐ろしい衝動だぜ。一方ダンマニストは冷静に射線を広げるのであった。ふむ、そこの岩の裏側だな。てちょい待て、この部隊私たちをロックしてたクレイバー部隊じゃん。そういえばさっき玉ったパーティーが戦ってた別部隊がいるんだった。危ねえ。ギリギリその可能性を思い出したおかげで助かったわ。それなら私もこの岩を射兵に戦うまで。これが私の弾丸部分。腰打ち使う乱射戦術。ダルコシのやりすぎでめっちゃ腰打ち使うようになっちゃった。あのゲームは腰打ちほんと強いですからね。よし、残すは1部隊のみ。さっき横から撃ってきたあいつらだな。すかさず詰めてきてますね。よっと、これマジでヤバいんじゃねえか。めちゃくちゃいい血のブラックグレネードが岩に弾かれてくれてて助かった。まったくヒヤヒヤさせるぜ。けどホライゾンが詰めてきてますよ。ダンマニストを舐めるなよー。私だってちゃんと覗いていくこともできるんだ。ここからマクレンのマジで弾数の暴力。なんかおまけも一匹飛び込んできてな。それでもまだ2発残ってたんだよな。残り1名は味方が詰めて無事チャンピオンだぜ。久しぶりのエイペックスでキルリーダーチャンピオン美味しい。あとはしっかりバトルパスを終わらせてスピットファイアをお迎えするのに。いやだからオルタネーターなんだって。私は信じないぞ。アップデートの来るその日まで未来はまだ確定していない。私は新シーズンスピットファイアで遊ぶんだ。頼むリスポーン。この通りだ。ダメです。ご視聴ありがとうございました。